はい、サイワイドワイドワイド。はい、皆さんこんばんは。4月12日月曜日、時刻は午後7時を回りました。伊波大使の闘牛列伝のお時間です。さあ、この番組は沖縄伝統の文化闘牛、牛尾羅生について語っていく闘牛情報バラエティ番組となっております。パーソナリティは沖縄唯一の闘牛実況アナウンサー伊波大使がお届けしていきます。よろしくお願いいたします。はい、そしてスタジオにはこの方ですよ。はいはい、皆様こんばんは、池原松俊です。はい、沖縄もね、大変なことになりましたね。またコロナの影響ね。まん延防止措置っていうことでね、うん、各居酒屋等がね、8時まで営業と。マストシがもうやめてね。やばい、今日は丸十二発症って言って酒買ってこへん。そうそうそう。まあ、帰りにね、今日ちょっと、家飲みしようかなと。もう家飲みよりや。そうそうそう。もう2ケースぐらい買っといた方がいいよ。2ケースは必要なんだけど。買っとけ。今日で買ってね、ほんとに。伊波商店とかだったらちゃんと従業員が運んでくるさ、車で。高まりにいや。スーパーだったら誰も手伝わんよ。今で買い止めしといた方がいいよ、デジでは。いやー、ほんとにね、大変な時期でね。うん、ほんとに、まあ、あちこち今日、昼に、居酒屋パラダイスに。よく昼はあっちで食べるんですよ。おマジで行く毎日。毎日というか、ほぼ。あれ、あわんや、何時ぐらいに行ってるの？うち、12時ぐらいに行くの。あんな、混んでる時に、うん、俺混んでるの避けてから行くから。俺1時ぐらいにしか行かないからかな。で、また、時短前はね、夜もね、毎日、うん、ほぼ毎日だな、あっちに。パラダイスだろ？そんなにあわんの？俺パラダイス結構行ってたけどな。で、やっぱり、そっちのは、そっちのオーナーさんもね、うん、やっぱ、大打撃だと。いやね、やっぱり、1時間でなんか変わるらしくてね、やっぱり売り上げもね。あ、この1時間でね。そうそうそう、変わるらしくて。8時までとするさ、アルコール出すのが7時までだろ？そうそうそう。いかんさ。うん、俺たちでも普通に考えだよ。そうそうそう。じゃあ、はい、仕事終わって5時、6時に終わって、1時間だけ飲みに行くかって言って、居酒屋にはいかんよね。そう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 。いや、行かない。だってそのために1時間だけ飲んで代行を呼ぶのが、そう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 。普通の考えで言ったら、大体まあやらないな、12時か1時とかでしょ。代行まで呼んだらなんか酒飲んで元が取れてない感じがする。うん、そう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 。うん。そうそうそう。居酒屋、だから、まだ飲食店だったら分かるわけよ。食堂とかや。居酒屋に、さすがに7時まででのアルコール提供では、俺もうちょっとね、本当に3時から、うん、3時、4時から飲むんだったら分かるけど、うんうん、でまた今日でね、今日から休業に踏み切るという話はしていましたね、うん、やっぱり石川さん、寂しくなるね、うん、なんか明るい、なんていうの、この、ね、エガリア通りとか、電気が消えてるだけで、やっぱりゴーストタウン。だから今日ね、那覇の国際通りで経営してる人がかな、こんなこと書いてよ、お店が暗くなったら、なんか雰囲気もどんよりしていくから、うん、せめて営業はできないけども、店は閉めてるけども、みんなで電気つけませんかっていう。ああ、はいはいはい。うん、ネオンっていう人ね。そうそう、ね、お店のネオン、ね、そうそうそう。そしたら治安にもつながるさ。うん、はいはいはい。だからそれを呼びかけてる飲食店もあったね。うん、あ、それは大事だね。暗いから、うん、だって通ってても、気持ち的にも暗くなるよ。そうそう。だし、やっぱ石川方面はね、宮森小学校とかあるじゃん。うんうん、が、ほら、学校帰りとかが多いさね。うんうんうん、やっぱりこの飲み屋街、まあ、通る、まあ、7時、部活帰りとかね。うん、また石川中学校の、この生徒さんとかね。うんうん、まあ、帰る、その、とこのね、確かにネオンは必要だと思う。あれでよ、うん、だから変わるよ、行ってみたらクリスマスイルミネーションとかもそうさ、そう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 、あれで明るくなるさ、気持ちも、うんうん、だからお店が各店舗ついてるだけで、うん、まあ地域の明るさも変わってくるんじゃないかなと思うけど、そうそうそう、あのね、やっぱ営業がしてない時に、うん、はい、石川通ったら、ここももう暗いな、暗いなってなって、うん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 、寂しくなるね。そうそう、寂しくなるね。あ、けど赤道ラーメンも開いてるなとかや。赤道ラーメンの松屋は開いてるんだよや。まあそんな中ですね、今週は八重山闘牛があって、来月はね3日に、よかつ闘牛大会で、
9日にはね、うん、9日には春の全島投球大会が開催されると、はい、もう組み合わせが決定しましたので、ね、今日はその組み合わせ内容を発表していきたいと思いますよ、うんうん、だから沖縄でもイベント大きくやってるって言ったら闘牛とサッカーとバスケットぐらいじゃない、うん、まあバスケもね、あの前回はちょっとコロナが愛知チームがね出て、うん、まあ紅白試合という形でね、そうそう、結構盛り上がったらしいね、あのね、すごかった。俺沖縄アリーナ見に行ったけど、うん、あれはね予想以上、みんなの多分想像を超えるよ、あの試合の時見たら、ほうほうほう、予想以上にでかいし、うん、上等、うん、あれはびっくりした、あれびっくりした。俺フェイスブック上げたわけ、 SNS、うんうんうん、ツイッターとかにすごい会場ですっていうの上げたら、うん、なんともうさ、みんながリツイートリツイートして、うん、キングスファンじゃない人たちがびっくりしてた、うん、要するに相手チームが、うんうんうん、いろんなチームのブースターが、うんうん、やばいアウェーゲームが楽しみになってきたとか、アウェーで琉球にこの沖縄に乗り込むのが楽しみになってきたっていう、これトレンドインになってる。いやでも結構みんなやっぱ反応良かったよ。あははは、それぐらい他のチーム地域にも、うん、すごいと思わせるぐらいのアリーナ、うんうんうん、それがカメラ、高岡俺がカメラで撮った映像で、うん、でもすごいって感じるぐらいだから、うん、生で見るさ、うん、びっくりする、へえ、いや絶対迷子になるよ。いや本当に。じゃあ外観からしてもね、なんかなんていうのか、フードコートみたいなとこもあるでしょ、うんうん、ちゃんと作られてるんでしょ、うん、行ってみたいね、行きたいね。あれだから俺6月にドリカムがライブやるっていうさ、うん、昨日バスケット見に行ってから、うん、そんなにこのドリカム興味なかったけど、うん、あのアリーナ入った時に、うん、あれ、うん、ドリカム見たいなと思ったわけ。このアリーナだから、はいはい、音楽ライブ見てみたいと思わせる、おー、うん、ドリカムだから行きたいんじゃない、うん、アリーナだから行きたいと思わせるぐらいの、へー、そうなんだ、あーはー、やだよ、あれお金出してから一人でコンサートやれ、マスト氏のやれ、ワンマンツアー2000枚のチケット買ってあげるよ。赤字でしょ、飲み歩いていっぱいチケット売ればいいよ。音楽ライブだったら1万人できるよ。借りてからよ、抑えてから。いいな、やっぱなんか使えそうだね、いろいろと。で今後なんかもちろんバスケもそうだし、音楽イベントさ、うん、あそこでなんか比嘉大吾とかボクシングやってくれんかや。ああね、うん、格闘技、ね、大臣とかよ、うん、全日本プロレスとかね、あ来ると新日とかね、プロレスは盛り上がらず、だからあれだけ大きい箱があったら、うん、プロレスも沖縄に来るプロレスでぶっちゃけなんていうのタイトルとか、うん、そういう大きい勝負ではないさ、ないね、うんうんうん、そうじゃなくてもしかしたら何か大きいビッグマッチとかを組んだりする可能性もあるから、ね、ああいいね、箱があるってことだよ、うん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 、うちも意外とプロレス好きだから、おうちアメリカが好きだっけ、はいはい、あ、可能性あるかもよ、アメリカのもんが来たらね、うん、もう絶対行くな、うん、可能性あるかもよ、マジ行くなこれは。それぐらい、あ、今後おそらくなんかいろんなアーティストがここで歌うんだろうなっていうのを感じさせるぐらいのすごい作り、うん、あとカメラも、うん、60台あって、うん、4D でリプレイ再生するわけ、やば、誰かがダンク決めるさ、ダンク決めたのこの360度回転させてから、すげえ、ボードの裏からのリプレイとかが見れるわけよ、へえ、すごい、やばい、わお、やばいね、行きたいね、一度は行ったんだよな、アリーナじゃないんだけど、この BJ リーグはね、うん、あ、うん、行ったんだけど、やっぱあれね、雰囲気違うね、うん、でこれがアリーナになったことによってもう全然違う、ね、うん、楽しみですね、本当はね今週と一応大阪戦だったんだけど、うん、これもちょっと大阪チームの選手にコロナが多く出てしまって、うんうん、これがまた中止と、はいはいはい、うん、なってしまったからね、大変ですね、うん、さあでも投球、はいはい、が、ね、開催されることが決定しました、うんうん、いいですか、5月9日日曜日、うん、第114回春の全島闘牛大会、うん、と今回は、ね、全10試合、はいはい、1週しかやらないですよ、11月は2週に分けてやりましたが、ね、今回は1週のみです、今日このその闘牛の話題をたっぷりとお伝えしていきますよ、また八重山のね、石垣のちょっとこの前ちょっと触りましたけど、うん、その情報もですね、はい、入れながら、うん、2番組じゃ続けて、紹介したいと思います。
ね。そうだ、俺がもう忘れないうちに後からでも言う予定だけど、うん、いいですか、全島闘牛大会のチケットに関して、うんうんうん、はい、先に今で一応一回言っておきます、うん、どういうふうにして買うかというと、うん、販売日が4月24、うん、25、うん、土日です、はい、この2日間、うん、で、土曜日に500枚、うん、日曜日に500枚の販売、うん、で販売場所は石川多目的ドーム、ドーム闘牛場の券売所です、うんうんうん、で券売所でいいですか、24、25の土日の2日間両日ともに500枚ずつですね、500枚ずつ、うん、で時間帯が昼の3時から5時、うん、昼の3時から5時の間で販売をします、うん、はい、はいはいはい、ということですので、だからもうおそらくというかもうほぼ確実だね、この日で売れます、うんうんうん、闘牛大会見に行きたいという人は、うん、もう土日どちらか並んで買ってもらう、うん、その日どうしても行けないというんだったらもう知人とかにお願いするしかないのかなっていうのはもうね、だじゃあなんで1000枚かというと人数制限は1400枚なわけ、うんうんうん、あ1400名、うんうん、でじゃあ残りの400名というとこれは来賓とか、うんうん、あと牛が20頭必要するでしょ、うん、その闘牛士、セコ、あと各組合に対しても配布してますので、うん、一般的に出回るのが1000枚、うん、1000枚ということですよね、うんはい、でまたね、あの当日は100枚限定でなんか出るみたいで、これはちょっと気をつけてくださいね。これもなんか出てましたね。限定はあれです。中高生。あ、中高生が100枚ってこと？中高生の当日券が100枚。はいはい。あ、そっかそっか。はい、はい、はいはい。当日券というのは中高生のみのお販売です。だから、うんうんうん、前売り券で売るのが男女。うん、要するに大人ね、うんうんうん、大人のチケットのみ、男性3000、うん、女性2000円、うんうんうん、だから24、25で中高生のチケットの販売はありません、うん、中高生は当日券で対応です、うん、当日券で100枚限定となっております、当日券で1000円ですね、うんうん、はい、こちら、お買い求めください、はいはいはい、これね、いや何時に並んだら買えるかな、いや俺でも自分でアナウンサーとして行くけど、うん、でまあ自分の嫁が行きたい、うん、誰か行きたい、うん、手にな俺もないわけよ、1枚も、うんうんうん、俺も並ぶしかないわけよ、うんうん、そうね、うん、で、1人2枚まで使いのいいですか、うん、1人2枚まで、はいはいはい、1人2枚までですよ、うん、これね、何時に並びに行くかにもよるな、大人気だよ、まあ、早くて10時ぐらいだな、あれも早いとは9時とかにそうだよね、いやマジでいると思う、午前中からいるんじゃないかなと思うぐらいだよ、ね、ね、前回の全島大会の時に夜中の2時とか言ってたから、うん、前日11時、前日だった、前日の11時から前日の11時だった、うん、布団敷いて待ってる人いたって言ったらすごいな、それ考えたらやばい、勝てないやつさマスターしてね、2000円あげるからあっち酒もあげるよクーラーボックスも用意しとくから野菜全然酒飲んで、まだか2枚買っとけな俺の先はいくらでもおごるよ、クーラーボックスに島から、あ、あれお前の好きなスーパードライよ、スーパードライ20本ぐらい闘牛場の入り口前の前室に置いとくから、いや、ちょっと虫の日行ってからよ、お願い、並んでくれどういった交渉だ、お願い、お願い酒代はいくらでも出すよいや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 、あ、いいな、やっぱりなでもこれだから皆さん並ぶのは、ね、ちょっと販売は3時だけど、その前から並ぶ可能性あるさ、うんうんうん、なんか熱中症とか気をつけてください。あ、そうね、今ちょっとね、まだちょっと肌寒いんですけど、多分この日になったら、また暑いもう暑くなってる可能性があるのでね、うん、水、水分補給とかね、うん、もちろんマスクの着用とかね、並ぶ、まあ、そこも気をつけて、ね、並んでる間にまたトイレ行きたくなる可能性もあるから、そういう時にね、なんか後ろのお客さん同士で、うん、すみません、私、一回トイレ行きたいんですけど、うんうん、ここ取っててもらっていいですか、うんうん、とか、うんうん、なんかそういう気配りをね、気配りはしてほしい ね、うん、ね、思いやりをね、うん、やってほしいなっていうのはありますよね。はい、うんうんうん、本当に毎回毎回いいんですけど、どこで売ってるのとか、うん、どこでやるの、あ、どこで販売してるのとかは僕なんかに聞かないでください、チケット販売に関しては。でも今回もう今度分かってるので、これはもう伝えましたので、うん、だからどうにか手に入らないですかはね、本当にこれ俺が教えてほしいぐらい、そうそうそう、
うん、これだけの問い合わせ多いんで、俺ヤフオクだっても買うかもしれんやつさ誰かがヤフオクで出すと、マジなーって思いながらもういやで、これだけはですね、本当にあのお願いしますね、うん、しかもね、今回よ、今から発表していくけど、うん、これは並ぶよ、うん、カードがいいぜ、うんうんうん、カードがいいの組まれてるんですよ、うん、よし、じゃあ一旦コマーシャル行きまして、全島闘牛大会組み合わせ全10試合、はいはい、発表していきますよ、うん。